川端です。よろしくお願いします。今回はですね、整数問題ですね。 n は整数とします。 n の2乗を3で割った余りを求めなさいという問題です。結構ねシンプルな問題なんですけれども、どのようにして答えればいいのかということですが、まずはですね、この n は整数なので整数の値ね、ちょっと代入してやっていきましょう。例えば n が1だとします。と1を2乗したら1ですね。で1を3で割ったら、これ 1÷3 っていうのは、これは0余り1というふうに答えます。なので余りは1ですね。なので、あ、余り1だと。じゃあ n が2の時はどうなのか。2の2乗で4ですね。4を3で割ったら1余り1なので余り1ですね。じゃあ続いて n が3だったらどうなのか。3を2乗して9ですね。で9を3で割ったら余り0ですね。なので、あ、余りが1になるときと0になるときがあるぞってことに気づきますね。n が4だったら4の2乗で16。16は、3で割ったら5余り1ですよね。なので、余りは1。じゃあ n が5のときはどうなのか。5の2乗で25ですね。なので25を3で割ったら8余り1ですよね。じゃあ n が6のときどうなるのか。6の2乗で36ですね。36÷3 は12余り0ですね。なので0という具合になりますね。そうすると、まあこの先ずっとやっていってもいいんですけれども、もう余りが、まあ、1か0かということはわかりますよね。で、しかも余りが0になるときはですね、この余りが0になるときっていうのは、この n が3とか6とか、まあ次出てくるの9って予想つきませんか？9だったら9の2乗で81です。81は3で割ったら確か27で余り0になりますね。0。つまり n がこれ3の倍数の時は余りが0になるよ。じゃあ n が3の倍数でない時は余りが1になるよっていうのが、まあ、簡単に言うと答えになるわけなんですけれども、じゃあなんでそれが言えるかっていうのをちゃんとですね、記述で書くっていうのをね、考えていきたいというふうに思うわけです。そうすると、で、今言ったように、n が3の倍数か3の倍数でないか、で、3の倍数でないっていうのも、これ細かく分けると2パターンです。n はですね、3の倍数でないっていうのは、3で割った時に余りが1になるか2になるからです。なので、すべての整数というのは、3で割った時ですね、余りが0か1か2の、その3パターンに分類されますよね。なので、この3通りのね、ものをやってあげて、で、その時に n が3の倍数でない時は余りが1になることを示し、n が3の倍数の時は余りが0になることを示せばいいわけですよね。なので、そのようにちょっと書きます。すべての整数 n というのは、で、じゃあ3の倍数の時と3で割って余りが1、余りが2なんですけど、これをね、やはり文字で表します。k をちょっと整数として、まず、1番目が、3の倍数の時、n イコール 3k。3×k です。3の倍数。で、もう一つが、3で割って1余る数っていうのは、言い方変えると3の倍数足す1ですね。で、もう一つが、3で割って2余る数。つまり、3の倍数 3k 足す2のいずれかで表せるよと。じゃあ、この3パターンをやってあげようと。じゃあ、まず n イコール、3k の時ですね。その時、n の2乗っていうのは、括弧 3k の2乗になります。で、これは計算したら 9k 2乗になりますね。で、9k 2乗っていうのは 3×3k 2乗。ということは、今、k が整数としてますから、3k 2乗が整数。つまり 3× 整数で3の倍数。3の倍数ってことは余りが0ですね。なので、よって余りが0ですよと。
まあ、丁寧に書くんだったら 3K2 乗は整数より、N2 乗の3で割った時は余りが0だよと。で続いて2番 N イコール 3K 足す1の時、3で割って1余る数の時、その時は N の2乗イコールカッコ 3K 足す1の2乗、これ展開します。 9K2 乗足す 6K 足す1になって、でこれはですね、結局3でくくります。3で割った余りを考えたいので、3でくくったらここを3でくくれますね。 3K2 乗足す 2K 足す1ですね。ってことはこれ 3×整数足す1ってことは、3で割った余りは、結局1ですよと。3で割ったら余りが1で、最後、N イコール 3K 足す2の時だったら、 N の2乗イコールカッコ 3K 足す2の2乗で、9K2 乗足す 12K 足す4で、これもやはり3で割って1余るってことなんですが、4をですね、3足す1にあえてください。あえてしてください。と、3括弧、3K2 乗足す 4K 足す1。3ヶ月1で3ね。足す1。そうすると3の倍数足す1で、よって余りが1だということが言えますよね。余り1で。したがって、すべての整数ね、置いてやったと。だから N が3の倍数の時は余りが0。3で割って1余るときとか、3で割って2余るときは余りが1だよってことで、これで言うことができたと。そういうふうにして倍を分けて答えればよいということになります。ちなみに補足ですが、今 3K 足す2というふうに表現しましたが、これ別に 3K 引く1って考えてもいいです。あの 3K 引く1ってことは、これはさ、あの1足したら3の倍数になる数ですよね。1足したら3の倍数になる数っていうのは、3で割って2余る数のと同じ意味ですよね。3で割って2余る、これも1足したら3で割って、1足すと、あの3の倍数になるわけですから、3で割って2余る数だから、 3K-1、 これも1足したら3の倍数になりますね。なのでここ 3K 足す2の代わりに 3K-1 にして、3K-1 の2乗で 9K-2 乗引く 6K 足す1で、でさらに、ここ3でくくって、このように書いてくれてもいいですし、なんでこれ 3K-1 と考えやったかっていうとですね、実はですね、 3K 足す1と 3K-1 をまとめて 3K プラスマイナス1という具合にまとめちゃってもいいんですよ。 3K プラマイ1の時と。でその時は N の2乗イコールカッコ 3K プラマイ1の2乗という具合になって、これは 9K2 乗プラマイ 6K 足す1、つまり3カッコ 3K2 乗プラマイ 2K 足す1で、ここが整数だから3で割っていっちゃう。なので倍分けを、あのこれ3つやりましたけど、2つですることができるんですね、プラマイ1。ということで、まあ、ただしちょっと複合同順っていう言葉をね、プラスの時はプラス、マイナスの時はマイナスっていうことで、こういうのを複合同順って言いますけども、それをちょっと一言入れた方がいいわけですが、このようにして倍分けを2通りで、3K の時と 3K プラマイ1の時って形で書けば、ちょっとね、少しすっきり書くことができるかなというふうに思います。ということでね、このようにね、出題されるのが、ちょっと中学校の数学であって高校数学らしいところかなというふうに思います。まずは実験してみて、3の倍数と3の倍数でない時で余りが変わってくるな。じゃあ3の倍数でない時ってどうなの？どうなんだろう？3で割って1余る時と2余る時だ。それを文字に表すと 3K 足す1、3K 足す2だっていう具合にして考えていくということです。ちなみにですけれどもね、こちらの問題はですね、こちらのここから始める数学 A ということですね。この小倉先生がですね、河合塾の小倉先生が書かれた本ということで、私ね、ちょっと
まあ、お会いしたことはないんですけども、実際この本をですね送っていただきました。でこの中の1台がね、1台の問題で、こういうのが出題されてたので、あ、ちょっとね、なんか題材にして題材すると面白いなということで、ここからね問題を選ばせていただきました。これですね、非常にですね、使いやすいものになってます。なんか右側が、わかりますかね、右側が要点、左側が問題になってて、これでドリルなんですね。書き込めるっていうところがいいですね。であとはもう2ページずつやっていくので非常に見やすいです。あとここから始めるっていうことですけども、中学校の復習からやってくれているので、基本の基本からやれるよと。まずしかもちょっと応用的な問題も入っているということなので、これ非常にね使い勝手がいいんじゃないかなということで、これね書き込めるっていうのがいいですよね。なので勉強ねしやすいと思うので、非常にいいと思ったので、もしよろしかったらですね、皆さん本屋の方で見ていただければというふうに思います。小倉先生、ご検本ありがとうございました。以上で解説終わります。では